元キンプリヘイヤー仕様神宮寺由太たが合流した、東米とベ、大手映画会社が水面下で接触の情報情報。滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、とべ、が、元、キングピンスのヘイヤー仕様と神宮寺ゆ太たの合流によって、ますます注目を浴びています。さらに、大手映画会社が、とべ、との接触を試みているという情報が入ってきました。この情報は、 今後のエンターテイメント業界に大きな影響を与える可能性があります。本記事では、とべ、の勢いや将来展望、映画界との関係について探っていきます。とべ、は、滝沢秀明氏が立ち上げた新しいエンターテイメント会社であり、その勢いは止まることを知りません。最初に合流した元 V6 の三宅健をはじめとする、とべ、のタレントたちの生配信は、 100万人以上の視聴者を集め、再生回数は現在620万回以上に達しています。元、キングピンスの平野紫洋も、自身のインスタグラムアカウントが開設からわずか4日で300万人のフォロワーを突破するなど、その人気は急速に広がっています。7日の生配信では、平野紫洋が、コンサートを、たくさんやりたい。 コンサート以外にも会える企画を考えていきたいと語りました。また、ある音楽関係者はデビュー曲の制作やコンサート開催に向けたプランも進行中と明かしており、彼らのアーティスト活動は順調に進んでいるようです。さらに、とべ、のタレントたちが大手レコード会社からデビューする予定とも報じられています。これからは、 ジャニーズ事務所を退所したインパクトオーズやキスマイフト2の北山博光、元、キングピンスの岸優太などの合流も噂されており、業界の勢力図が大きく変わる可能性があります。このような中、私たちは映画界における、飛べ、の動向について衝撃的な情報を入手しました。 ある大手映画会社の関係者が、飛べ、との協力を念頭に接触しているとのことです。平野志陽や神宮寺ゆ太は俳優としても活動しており、映画界ではジャニーズへの、忖度ハードル、が低いとされています。元スマップへの草薙号が主演した映画、ミッドナイトスワン、が第44回日本アカデミー賞で受賞したこともあり、今後、飛べ、 タレントたちの映画出演が期待されるでしょう。ただし、すぐに出演作品が決まるわけではありませんが、今のうちにコネクションを築いておくことは重要です。滝沢秀明氏自身も俳優として活躍しており、NHK 大河ドラマや民放ドラマで主演を務めるなど幅広い経験を持っています。さらに、滝沢氏は滝沢歌舞伎などの演出も手掛けており、 多岐にわたる才能を持つ彼の、とべ、はますます注目を集めています。とべ、は、元金プリの平野潮と神宮寺雄太の合流によって、さらに勢いを増し、大手映画会社との接触も報じられています。彼らはアーティストとしての活動に加えて、俳優としても注目されています。今後の、とべ、の展望や業界への影響について注目が高まっており、 彼らの将来の活躍が期待されています。また、映画界との関係においても、飛べが一定の存在感を示しており、今後の展開が楽しみです。今後の飛べの発展に注目しながら、彼らの新たな活動を期待しましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。